皆さんこんにちは。今回ご紹介するのは天使のボディをお持ちの篠崎愛さんをご紹介します。1992年2月26日生まれ、東京都出身、株式会社 IMO 所属。愛称は愛ちゃん、愛店員、おしの。おしのという愛称はパチンコ、新、必殺仕置き人の頼み人。おしのとしてゲスト出演したことで一部のファンからは呼称されているようです。グラビアアイドルとして活躍はもちろんのこと、女優、タレント、歌手としても注目され、メディアで見る機会が増えてきました。そして気になる3サイズですが、動画の最後に発表しますので、皆さんも股間の息子が昇天しないように最後までご覧ください。2006年14歳の時に原宿でスカウトされたことによりグラビアアイドルとしてデビューしました。もともと芸能界に興味はあり、モーニング娘。が大好きで、小学生の頃にオーディションを受けたことも。その頃のバストはなんと驚異の 85cm の E カップ。この時からダイナマイトボディは健在だったようです。グラビアアイドルとして活動して間もなく、女子中学生専門のグラビア雑誌厨房の看板娘として人気を博します。2007年には週刊ヤングジャンプの読者投票型アイドルオーディション聖コレグランプリで準優勝を獲得したことにより、より知名度も上がり、 TBS 系のドラマ24の瞳で女優デビューも果たします。ですが当時はまだ学生だったことから、ずっと仕事を辞めたいと思っていたそうです。遊びも学業も中途半端、そして休日もすべて撮影。友達に誘われても断らないといけないし、夏休みも冬休みもロケが入っちゃうから遊べない。今思えば頑張ってよかったけど、その頃は辛かったと語っています。歌がうまいことでも有名で、その頑張りの甲斐もあって2008年にシングル M をリリース、しかしデビュー。2011年には4人組アイドルユニットエールとして活動を始め、その年のヤングアニマルで2011年度のミスヤングアニマルグランプリを獲得することができました。日本のみならず、ベビーフェイスから解き放たれる想像もできないビッグおっぱいは世界にも知れ渡り、2016年韓国の雑誌マキシムコリアの2月号に表紙を飾り、発売前の予約で品切れになるという異例を果たしたことで、品切れ女として話題となりました。やはりおっぱいは正義ということで間違いありません。2017年に自分は何をやりたいのかと考えるようになり、グラビアアイドルを無期限休止します。しかしファンからの復帰を熱望する声により、2021年にフライデーで約4年ぶりにグラビア活動を再開を果たすことに。2023年の今年もヤングチャンピオン15 years memory という自身のグラビア写真集やカレンダーなども売れ行きが好調のようです。好きな食べ物はスルメ、いちご味のポッキー、唐揚げ、たこ焼き。趣味は歌うことで、特技は学生時代に入っていたバレーボールだそうです。私もバレーボールならぬ弾けるおっぱいで愛さんからのスパイクをレシーブしてみたかったです。そんな気になる3サイズですが、上から87、60、88の G カップです。国宝級のおっぱいなんて称されていますが、本当に国宝に指定してもいいんじゃないでしょうか。国宝になったら私は毎日拝みに行きたいと思います。ということで、今後も目が離せない、活躍されること間違いなしの篠崎愛さんをこれからも応援していきましょう。最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは素敵な女性のエピソードを紹介するとともに、えりすぐりでちょっとエッチな写真も交えて紹介していきます。この動画を見てカチカチのホームランバーになってしまった方は、ぜひチャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それではこの後は篠崎愛さんとの二人っきりのお時間をお楽しみください。ではまた次の動画でお会いしましょう。